東京書はシーバストーナメントとは、シーバスルアーフィッシングトーナメントの一種である。1997年にプロアングラー村岡、正則の呼びかけにより始まった、東京湾、オカっぱりシーバストーナメントで、環境保護とアングラーの交流を注目的にしている。従来のトーナメントとの大きな違いは、釣り上げた鈴木を県領所に持ち込まずに、その場で計測、記録し、リリースをすることであり、 この先駆的な取り組みの結果、魚を生かすことを前提としたトーナメントを浸透させるに至っている。大会事務局があらかじめ設けた制限時間の中で、東京湾及び東京湾流入河川をエリアとした陸のルアー釣りで、超過を競う。釣り上げた鈴木三尾の合計隊長で順位をつけていく。毎年3月、5月、7月、9月の4回、開催され、 各回ごとの成績優秀者の表彰と全4回トータルでの成績優秀者の表彰がある。また4回のうち1回でも出場した者には11月に開催されるクラシック戦に参加できる。通常開催される時間帯は午後9時翌朝午前6時であり、夜通しでの長高開催となる。アングラー同士の交流や魚の環境を強く考える有名プロも多数参加をしており、 村岡正則や王の勇気といった著名人と気作に話ができることも大きな魅力の一つである。また、江原健二、渡辺淳、草柳雄介などプロに匹敵する実力の持ち主も参加しているため、トーナメント終了後には東京湾王や横浜横須賀界隈の旬の情報やルアー釣りでのこぼれ話などを聞くことができ、終始アットホームな雰囲気で、 釣り談義などを楽しく語れる場となっている。ありがとうございます。